さんおはようございます今日も出ました大谷の翔平のホームラン第24号ツーランホームランイエーイいやー打ってくれました今日もグッドモーニング大谷さん第24号ツーランホームランもう彼を止めることは誰もできませんもう最高ですはい そしてなんとですね、大谷翔平がホームランを打った後、トラウトもホームランを打ってくれました。やったーおめでとうおめでとうトラウト、トラウタリ、トラウタリ、トラウタリはい、タロット第15号ホームランということでね、大谷もおいおい、来い来いと、お前も来いと言わんばかりのね、えー、あのホームランもトラウトもね、打ってくれました。第15号、トラウタリが打つとほぼほぼ試合は勝ちます。 勝勝ちちままししたたロイヤーズに勝ちました昨日ね、えー、逆転サヨナラ負けをしたんですけども今日はね、えー、勝ったということなんでいや絶好調大谷翔平両リーグホームランランキングトップですからね24本このペースでいきますとなんと通算51本のホームランが出るんじゃないかとあの昨年おととしかな、えー、46本が最高だったんですけども、えー、51本ということで えー、このペース以外は51本とんでもない記録出ると思いますえー、今年はねほんとホームランランキングついにねえー、ピッチャーで二刀流ホームランランキングトップ出るんじゃないでしょうか歴史がまたね、えー、大谷翔平によって塗り替えられますメジャーリーグは全て大谷翔平のものになるんだはははということで皆さん月曜日頑張っていきましょう眠い眠いです はあ、また。